西川智夫は、日本の政治家、弁護士。西川しどりー、オースティン法律事務所、外国法共同事業の元代表パートナー。衆議院議員を一期務めた、元東北大学客員教授、幹事。文部科学省の大学ガバナンス改革推進方策に関する、検討議会委員東京大学法学部卒業後、建設省勤務。 1977年弁護士登録。アンダーソン、毛利法律事務所において、パートナーとなったが、移籍して1995年小松、コ西川法律事務所パートナーにとなる1996年10月、第41回衆議院議員総選挙で、新進党公認で、神奈川3区より小選挙区1本で立候補し、自民党、 中曽根派前職のおのぎ八郎を破り、初当選。1997年12月31日、新進党の分党に伴い改革クラブの決闘に参加、初代精神会長となる。2000年6月、第42回衆議院議員総選挙で、改革クラブ公認で、神奈川3区より立候補したが、おのぎに乾杯し民主党新人。 加藤直彦にも公人敗止落選。96年新進党公認で勝ち抜いた、時同様に、小選挙区一本で、同じ区で出馬し敗北。改革クラブ4候補とも協託金没収は、免れたが、西川のみ、法定得票未満。これ以降は本業である、弁護士業に専念している。2002年10月。 朝日法律事務所との統合には参加せず、西川総合法律事務所を設立した。2020年3月インペクツ独立社外、取締役2020年3月、パートナーを退任。西川シドリー・オースティン法律事務所、外国法共同事業を退職。2020年4月シッドリー・オスティンパートナー・エメリタス、名誉パートナー2020年6月。 上西国際大学特別栄誉教授ズマは松明。金融国会にて議員立法提案者となり与党政策責任者会議の一員として活躍。金融再生法の成立に貢献した政策新人類の一人。携わった主な金融関連法案は金融機能再生のための緊急措置に関する法律案金融再生委員設置法案。 預金保険法の一部を改正する法律案、金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、信用保障協会法等の一部を改正する法律案等がある。主な所属委員会としては、衆議院未予算委員会、衆議院労働委員会理事、衆議院商工委員会、衆議院環境委員会、衆議院税制特別委員会、 衆議院財政構造改革法特別委員会、衆議院金融安定化に関する特別委員会、裁判官卒委員会、検察官適格審査会がある。主な所属委員会としては、衆議院予算委員会、衆議院労働委員会理事、衆議院商工委員会、衆議院環境委員会、衆議院税制特別委員会、衆議院財政構造改革法特別委員会、 衆議院金融安定化に関する特別委員会、裁判官卒委員会、検察官的確審査会がある。ありがとうございます。